より小さい全国高校野球選手権、関東第一、に一上村学園、関東第一、二十一日、準決勝。関東第一、東東京、が上村学園、鹿児島、を逆転で破り、夏の甲子園では初の決勝進出を決めた。春は87年に準優勝している。東京勢の決勝進出は11年の日大三、西イコール優勝。 以来13年ぶり東東京勢では95年提供優勝以来29年ぶり写真試合終了の瞬間マウンド横で喜ぶ関東第一の選手たち01で迎えた7回5番越後俊介内野手2年がチーム初安打となる中前安打で出塁送りバントで1・2塁から7番熊谷俊介捕手3年 戦への適時二塁打で同点熊谷は右翼手の失策で察知8番市川歩み内野手3年野にゴロを二塁手が統一する間に勝ち越しの2点目を挙げた今大会初登板の先発第悟穂高3年は5回を1失点6回から酒井亮。3年を投入4回を無失点に抑え逃げ切った酒井は4試合すべてリリーフで登板 15回3分の2を無失点に抑え3勝目。チームの決勝進出に貢献した、神村学園は夏の甲子園初の決勝進出を逃した。4回に先制、先発の今村匠3年、も6回まで無安打の好投を見せた。しかし7回に守備が2失策と乱れ、逆転負けを喫した。